こんにちは、南雲時計店です。今日も昨日のブログの YouTube 版を撮っております。昨日はですね、お客さんたちと、ツーリングに行ってきました。ドライブって行った方がいいかもしれないですね。バイクの方がちょっと少なかったので。で、昨日は南雲時計店の駐車場に、何人か集まって、それから、高速道路のパーキングでまた、群馬の方がちょっとこう参加というか入ってきて、でそれから、高速降りて近くのローソンの駐車場、大きい駐車場があるんですよ。そこでまた何人か、3人ぐらい来たかな。それから、赤城山の上にこう湖があるんですね。そこで、駐車場でまた1人入ってきて、総勢13人で、みんなで群馬のソースカツ丼を食べました。もうほとんどソースカツ丼ツーリングと言ってもいいような感じなんですけども、大勢の方々とツーリングに行ってきました。そしてご飯を食べた後はちょっとおしゃべりして、で降りてきて川場田園プラザで、ヨーグルトのソフトクリームを食べて、でその後みんなでお買い物に、原田農園に行ってバームクーヘンを買って、で基本解散なんですけど、うちの方まで来る人は南雲時計店の駐車場まで来てそこで解散しましたし、関東組の人たちは原田農園でみんなバイバーイって感じで、で、夜みんな無事に着きましたっていう連絡いただいて、とっても楽しい一日でした。まあめっちゃ暑かったですけどね、けどとても楽しい一日を過ごしてきました。そんなブログを、書いてありますので、もしよかったら見てみてください。また今日もブログ書くので、ブログの方もよろしくお願いします。ありがとうございます。